もう一日をして導入されたって本当？皆さんこんにちは、ヘムチャンネルです。今回の動画は、近々フォートナイトに一日を視点が導入されるのではないかと巷では噂になっていますが、海外ではもう導入されていると騒ぎ出しているの本当かどうか試してきました。クリエイティブモードで、ここ。検索で、シャーク。シャーク小道具の中の、ヘリポートみたいな。あともう一つ、モーターバイクスポナー。まずは適当なところにスポナー立てて、次にも適当なところにヘリポート立てるんですけど、ここで注意点。グリッドが32になっているのがミソらしい。あとは一マスずらしにこうやって縦積みして、こんなもんかな？はい、ゲーム開始。好きな武器持って、バイクに乗って、ヘリポートに近づくと、できた。オートショットガン。レッドアイ。エクスケリバー。ツインマグ。これで今のうちに FPS の練習しときましょう。